今出発しようと思ったら、DI2 のバッテリー切れでした。シクロクロスで行こうと思ったんですけど、シクロもこの間の、オフロード走った時のブロックタイヤのままだったんで、おとなしく充電してまた午後にでも出かけようかと思います。充電始めたらもう40%とかバッテリーになってて、今も50%なんですけど、どういうあれなんですかね。シフト全く動かない状態から、バッテリーつないだらすぐ40%表示になって、今もう50%ですね。もう撮ってる間に60%になりましたね。こんなすぐ充電できるんなら、ちょっと待って出かけりゃよかったな。もうちょっと遅くなっちゃったんで、今日は諦めます。ちょっと時間を置いてから午後出直します。バッテリー残量ポップテピピック見ながら、こう1時間で70%まで来たんで、これで出発しようと思います。ヘイシリ、今の温度は？氷点下からもう2度になった。今朝 DI2 の充電切れてるのに、もう出発直前で気づいて、それから充電したんで、1時間ぐらいいつもよりスタートが遅いです。今日はショップ主催のサンデーライドなので、いつもの集合場所、2つぐらい先回りして、その辺で合流しようと思います。気がついたら全身ってことだけど、蛍光イエローコーディネートになってました。まあ一色展開とかのせいもあるんですけど、なんとなくまとまりが良くなっちゃいました。最近、サンフランシスコ在住の、IT 技術者の兼、自称 YouTuber のドリキンさんという方が、ダヴィンチ・リゾルブっていう編集ソフトを買ってるそうなんで、これフリーソフトなんで、お金を払うとちょっと機能がアンロックされるんですけど、まあ自分もちょっと使ってみようかなと思って使い始めたんですけど、まあ操作的には大体他の編集ソフトと同じなんで、これから編集、動画編集するっていう方とか、今まで別のソフトを使ったっていう方でも、とりあえずの基本的な操作は問題なくできると思います。ただちょっと、色、カラーコレクション、カラーグレーディングに特化したソフトみたいで、その辺の操作がちょっとあれですね、プレミアでやっとなんとなく使い方が分かったんですけど、それがまたガラッと違うんで、特にノードっていう概念がよく分かんなくて、だからプレミアのでいう調整レイヤーみたいな感じなのかなっていう感じなんですけど、きっとそのうちドリキンさんが編集ライブとかで解説してくれると思うんで、それ待ってる状態です。最近 GoPro フラットで、 GoPro カラーフラットで撮影して、それを編集ソフトで調整っていうのをやってるんですけど、プレミアとダヴィンチリゾルブ比べて、コントラストの上限がすごい、ダヴィンチリゾルブの方が高くて、GoPro を、プレミアでコントラストを最大まで上げると、
まだちょっと足んないかなっていう感じがしたんですけど、ダヴィンチリゾルブだったらもうその上限余裕で超えて、もうぐちゃぐちゃで分かんなくなるレベルまで解像度、あ、コントラスト上げられるんで、やっぱその辺の調整幅が違うんですかね。いろんなあのプレミアとかカラグレの解説動画を見てると、まずはコントラストを上げるとこから始めるみたいに言ってるとこが多かったんで、自分もそうしてます。コントラストを目いっぱい上げて、サチュレーションもちょっと上げて、それからですね、シャドウとハイライトのを潰れるまで、潰れるギリギリまで調整してみてっていう感じでやってるんですけど、まだホワイトバランスのことがよく分かんなくて、GoPro 自動、ホワイトバランス自動設定とホワイトバランスネイティブっていう設定があったんで、あとは細かく数値で決めるやつなんですけど、どのぐらいの数値がどうっていうのが分かんないんで、この間モテギとかはホワイトバランスネイティブでやってみたんですけど、その効果とかいまいち分かんなかったですね。どっちが自動がいいのかネイティブがいいのか、基本取りっぱなしなんで途中で変わっちゃうのが良くないのかな。あとはシャープネスをソフトでやってます。これもいろんな方、ウルキンさんもしたと思うんですけど、とりあえずソフトで撮っておいて編集段階でシャープかけた方が綺麗だよみたいな。あと話はプレミアに戻るんですけど、ちょっとブレーキ音がうるさいですね。このシャマルミレーっていうホイールなんですけど、あのアルミだけど黒い加工がしてあるやつで、なんだっけ、エグザリット、マビックでいうエグザリット加工かな。それでブレーキシューも専用のシューなんですけど、あのフレームとフレームの剛性が高かったりすると、お隣がすることがあるっていうんで、まあ、他に知り合いであんまりならないよっていう人もいるけど、俺のは結構なっちゃいますね。でたまにあのあまりひどくなると、あのシューに等角つけてもらって厚紙1枚分ぐらいですか、それでだんだん、あ、それでまあ取れるんですけど、だんだん使ってるとすり減って、当たり面がもうフラットになっちゃうとまたキーキー鳴り出します。今結構また鳴り出した状態です。で話はプレミアに戻るんですけど、少し前のドリキンさんの編集ライブでプレミアの編集ライブやったんですけど、ちょっと本題とは違うところで、ドリキンさんがファイルを、取り込んでプロジェクトに、取り込むところまで見てたんですけど、結構そこが自分的には目から鱗で、今まで、プロジェクトはその日の撮影ごとにプロジェクトファイル作ってたんですけど、そうじゃなくて Vlog っていう全体で一つのプロジェクトにしちゃって、でその中に何月何日の撮影っていうフォルダでどんどん入れて、それをまとめてプロジェクトにした方が、いや、あのプロジェクトがいっぱい増えないでいいですね。ちょっと言葉じゃなかなか説明できないし、プレミアとかやってないと
分かんないかもしれないんですけど、でどうもそのファイルの扱い方は多分基礎中の基礎で、あのダヴィンチリゾルブでも同じような、プロジェクトの作り方で、やっていけそうなんで、ちょっと並行して、ダヴィンチリゾルブとプレミア両方使ってみたいと思ってます。ちなみにこの今日の Vlog は多分ダヴィンチリゾルブで編集していると思います。でもプレミアに慣れちゃったんで、あの最近ちょっと Vlog 撮影してからのラグが、アップロードまでのラグが1週間ぐらいできちゃってるんで、やっぱすぐ出しちゃいたいんで、もしかしたらプレミアでやってサクッと出しちゃうかもしれないです。集合場所のセブンイレブンだけど、まだ誰もいない。あ、1台止まってるけど、知らない人かな。ちょっと逆走して、コース逆走して、合流しようと思います。9時、まだあれか、上か。入れ違いになるのもめんどくさいからきっちり逆走します。いやー、いつものサイクリングロード反対から走ると新鮮。新旧ノースウェーブ冬シューズ。ああ、NW って書いてあるんだ。ボアクロージャーじゃなくて。あれでも、なんかあれですか、冬用ソックス。あ、これで。天使、今何度？
全然あったかい。